はい、こんにちは。栃木のたけし農場です。今使ってるね、使って いたか、過去形ですね。マウスが、突然ね、動かなく なりました。で、動かなくなった原因はなんか LED が光ってないんだよね。確かにね、LED 光ってないとね、自分の 場所、位置をね、検知しできないんで、マウスが動かなくなっちゃったっていうのが原因なんですけどね。マウス単体の故障みたいですね。で、以前使ってたのはエレコムのね、マウスなんですが、まあ一番安いやつです。700、800円だったかな。それを買ってきて、でもね、去年の暮れだがんね、去年の後半なんで半年もたなかったんで、ちょっとショックでかいんですけど、まあこれね、何万もするものじゃないんで、まあしゃあねえかと。で、当然ながらね、レシートも捨てちゃいましたからね。多分ケーズ電機だったと思うんですけどね、まあ取り替えてもらうわけにもいかず、1年保証になってんだけどね、まあ仕方ないんでね、また買ってきました。で、前回ね、エレコムで失敗しましたんで、今回は、3話サプライ、まあ同じ日本のメーカーなんですけどね、多分これもメイドインチャイナだと思うんですけどね、のマウス、まあ一番安いやつをね、買ってきました。で、今やっぱりマウスもピンキリですね。ただ自分としてはそんなに いろいろね、機能がついてる必要もないんで、ドラッグ&ドロップとかね、そんなの最低限の、あとクリ右クリック左クリック、そんなのができればね、それほど こだわることはないんで、まあ最低限の機能で、まあ安いものということで使ってます。ただ大きさがね、あんまり大きいの好きじゃないんで、自分も手小さいんで、まあできれば大きいマウスよりも、小さいマウスの方が使いやすいんかなと思って、今売っている商品、並んでいた商品の中では、まあ一番小さいものを買ってきました。まあそれとね、すぐ、まああちこちっていうかね、ポッとこう投げちゃう方なんで、すぐね、わかるように、赤いものをね、買ってきました。できればね、コードも、まあ普通はこう黒いコードなんですけど、ほら、USB 端子に、繋いでいると、どれがどれだかわかんなくなっちゃうんでね、できれば色違いの、コードが、コードの色違いが欲しかったんですけどね、なかなか、黒以外の色っていうのが なくてね、まあ赤いマウスの黒いコードというのに落ち着きました。今ね、USB 端子にね、携帯の充電、それと、ポータブルのハードディスク、それと、あと、なんだ、あ、カメラね、ビデオカメラっていうか、今は写真か、スティルカメラね、それと、キーボード、有線のキーボードと、有線のマウスは、5個 USB つながってるんでね、まあほぼつなぎっぱなしなんですけど、やっぱり、その接続されている、ものによってね、色分けされてると、まあちょっと分かりやすいのかななんてね、思ったりもするんですけど、なかなかね、そうカラフルな、コートの色がなくてね、まあ今んとこ黒と白と、携帯の方の USB-C がブルーかな、3色ですね、まあそんな色で、USB 端子を使っております。はい、そんなわけでね、マウスが、ちょっと不調になってしまって、サーファーサプライの新しいマウスを買ってきましたという動画でした。お付き合いありがとうございました。